は熱血高校のグラウンド。国尾と新一がドッジボールをしている。まだまだスナップが甘えな、新一。もう少し手首をひねるようにして。国尾くん、はじめまして。私はサッカー部マネージャーの美佐子です。国尾くん、私たちを助けて。とっても困ってるの。一体どうしたんだ。実はサッカー部が食中毒で大会に出場できなくなったんです。代わりにドッジボール部が出場してもらえませんか。突然言われてもな。お願いします。とにかくみんなと相談しよう。俺はあんまりやりたくねえな。というわけなんだが、どうする。今更サッカーなんてやりたくねえよ。だけど同じ学校の仲間だぞ。だけど運動会はどうするんだよ。それはまだ先だよ。でもいろいろ忙しいよ。お願い、助けて。かわいそうだから助けてあげようぜ。みんなやりたくなさそうだぜ。じゃあ優勝したら